では兄弟の文献を堂丸山が紹介します、はい。でここで取り組んでいるのはレキシカルシンプリフィケーションというタスクです。で、まあ、レキシカルシンプリフィケーションの中でも、南海和推定とその還元候補を生成して適切なものを選ぶという部分をやっています。で、まあ、例があるんですけど、どういう流れかというと、最初にこう、この文与えられた文の中で、まあ、難解難しい語を見つけて、でそれに対してこういくつかこう候補を出してやって、その中からまあ一番いいものを選ぶみたいな、こういうタスクです。で、まあ、ここではまあそれぞれその難解語推定とその還元の候補のランキングというか選ぶ方法のをまあそれ提案しているっていうような内容です。で、じゃあ最初に難解語の推定の話です。で、最初にこの正解データを、まあ、クラウドソーシングを使って作っています。で、扱うのはニューセラコーパスっていう、まあ、ヘイカのコーパス200テキストを使って、では、その中で難解語を上げてくださいっていうような感じで、9人の人に、まあ、仕事を依頼しています。で、まあ、結果として1万7000くらいの語に対して難解語が送られています。で、まあ、表が、まあ、どういう、それぞれのアノテーターがどんな、難解語を上げたのかっていうやつで、0っていうのが多分平易なやつです。難解語が振られなかったっていうようなやつで、まあ、こんな感じになっています。で、その難解語推定のモデルで、ここではまあ2つ、SVM とランダムフォレストの2つを使っています。で、まあ、蘇生に何を入れるかという話で、1つはこのワードの蘇生、単語レベルでの蘇生で、その単語の長さとか、まあ、音節の数とか、あとはまあ平易、まあ、その難解語推定の中では、まあ、単語の頻度っていうのが一番こう人間の感覚と相関があるっていうところで、まあ、単語頻度とか、まあ、あのワードネットの同義語の数とか、感じのものを入れています。で、コンテキストの組成としては、まあ、その上で挙げたようなやつの平均ですね、平均を使ったりとか、あとはその文全体の長さとか、そんなものを組成に入れてやっています。で、提案しているモデルと、まあ、比較するのはこの3つで、まあ、1つは上から順にそのまあ全部難しいですっていうモデルとか、あとは単語の長さで難しいかどうかを決めるっていう、まあ、で、まあ、ここでは 7キャラクターですかね、の以上だったらまあ難しいですよみたいな、その式位置を7に設定していたりとか、あとはまあ N グラムのヒントですね、そんな、まあ、シンプルなモデルとまあ比較をしています。で、結果はまあこんな感じになっています。で、提案しているのがこの下の4つですね。で、まあ比較のモデルと比べる、まあ、比較のモデルはまあリコール高いんですけどプレシジョン低くなってて、提案しているモデルの方がまあプレシジョン高くて、結果として F スコアも高いですよっていう感じです。で、コンテキストって書いてある部分は、そのワードの組成に加えて、コンテキストの情報を加えているっていうか足してる感じなんですけど、それでもあんまりこう、コンテキストの情報が、性能の向上に影響しているようには見られないというような印象です。で、次にその、得られた難解語に対してその還元の候補を、選ぶというような部分です。はい。で、まあ、データはワードネットと PPDB とシンプル PPDB の3つからその還元候補を獲得するっていうようなことをやります。で、その文脈に一致するかしないかはこの式で判定しています。 S と T は、そのターゲット還元の対象語と、候補語の、それぞれの単語のベクトルです。で、 C はそのコンテキストの、まあ、その単語のベクトルのリストですね。で、その還元の候補と対象のサインシミラリティと、あとその文脈周辺の文脈との、サイン
ミラリティを取って、まあ、その長さで割ってやるみたいな単純な式になっています。まあ、比較のモデルは、ワードネットの頻度ですね、頻度から、まあ、一番いい候補をランキングしてやるみたいなと、あとはシンプル PPDB に、まあ、スコアがついているので、そのスコアをもとにランキングしてやるというような方法です。はい、で結果はこの表になっていて、この左ここの四角が、候補が1つ以上得られるものの、結果正解率で、こちらが全単語の正解率ですね。でトップ1っていうのが、まあ、一番上に出してきたやつと、トップ5っていうのが、まあ、5つのうちで、まあ、正解が入っている場合になるかと、まあ、あとが来るですね。で結果から、まあ、シンプル PPDB 使った時が、まあ、一番シンプル PPDB でさっきのコサインシミラリティ取った時が、まあ、一番いい結果になっているってことが分かっています。で最後にこの全体のシステムですね、そのさっきの段階後の、モデルと今説明した半減候補の生成のモデルを、組み合わせた時の結果です。で、その段階後の推定の時には SVM で、まあ、コンテキストの組成を、まあ、ワードとコンテキストの組成を組み合わせて使う。で、レキシカルサブセットで、まあ、半減の時は、さっきのコサインシミュラリティの式でランキングして、候補の生成の時にはシンプル PPDB を使うというような感じです。で表は、まあ、結果を人手で評価していて、で、まあ、サブスティテューションってある列が、まあ、そのいい、還元が得られるかどうかというのと、またそれが、入力、まあ、平になっているかどうかというような感じで、そのランキングが一番左の方にあるんですけど、そのサブスティテューションと、まあ、シンプルステーション一番いいのが、まあ、トップに出てくるというような結果になります。はい、でまとめです。でここでは、まあ、その難解語推定と半減候補の選択の、まあ、2つのタスクに取り組んでいて、まあ、それぞれを組み合わせると、まあ、いい感じの結果が出ました。